ここにいたのか。何の用だ。スメラギ、一つ確かめたいことがあったんだ。お前、気候家とグルだったんだろ。突然何を言い出すかと思えば。レインがシャムロックの行動を把握していた理由を気候家から聞いたんだ。あいつはセブンの動向を自分がレインに流してるって言ってた。でも総務省の役人が一プレイヤーの情報をどうやって手に入れる。セブンは法に触れることはしていない。運営会社へ情報開示を求めるのは越権行為だ。だから運営会社へ手を回すよりもシャムロック内部にスパイがいるって考えた方が妥当だろう。そして一番適任なのがスメラギ、お前だ。スメラギ・ヨータ、量子能力学の研究者にして七色博士の右腕なんだってな。気候家はリアルでもバーチャルでもセブンの近くにいるお前に協力を要請して動向を探らせたんだ。なあ、お前はセブンに忠誠を誓ってたよな。でもお前は気候家の手の者でもある。お前の真意はどこにあるんだ。セブンへの忠誠は嘘だったってことなのか。それは違う。確かに最初は彼女のことを研究チームの一員であり観察対象だと思っていた。だが彼女の研究への情熱を見ているうちに俺は心から応援したくなったんだ。気候家さんがやろうとしていたことは VR 世界の状況を把握すること、そして今後どのようになっていくかを見定めることだ。彼はセブンを通して VR 世界のありようを見定めようとしていたんだ。そうだったのか。だからセブンの実験が失敗に終わった今、もう俺が ALO にいる必要はなくなった。今後この世界にログインすることはないだろう。お前と戦って分かった。俺はセブンを応援したつもりで、あの子から大事な何かを奪っていたのかもしれない。今の俺は、そうだな。セブンが楽しそうなら、それでいい。スメラギとデュエルした時、俺は本当に楽しかったぞ。お前も同じ気持ちだと思ってるよ。そうだな。少なくとも、お前と戦っている時はこのゲームを楽しんでいたかもしれないな。俺はまたスメラギと戦いたいと思ってる。だからゲームに、この世界に残ってほしいんだ。考えておこう。ああ、言い忘れていたが、気候家さんから観察を依頼されていたのはセブンともう一人いたんだ。一体誰の？貴様だ、キリト。まあそんなところだろうとは思ってたよ。貴様とセブンが接触しぶつかり合うことで何が生まれるのか見たかったと言ってたな。あのおっさん。少なくとも俺もお前と剣を交えてみて分かったことがある。キリト、どこまでもこの世界に染め上げられた廃人ゲーマーだよ。はあ、知ってるよ。スメラギさん、本当に ALO をやめちゃうのかな。何もゲームをやめる必要なんてないのに。
キリトはライバルに卒業されて寂しいんだね。まあそのうち気が向けばログインしてくることがあるだろうって。そうね、いろいろあったとはいえこれで一件落着じゃない。でもちょっとまた今回の一件を踏まえていろいろと見直すところがあるんじゃないかな。レクトの運営も今回は騒動が起きることもなく収まったからセブンちゃんも不問になったみたいだけど、これからはどうしなければならないか、もっと事前の対策が必要なんじゃないかしら。気候課も似たようなことを言ってたな。 SAO、ALO の2つの事件を踏まえて VR 世界の光と闇が見えたって。やっぱりそこに存在するのはプレイヤーという人だから。でも今回菊岡さんの采配って大当たりだったよね。まあ内心気に食わないけどね、あいつの手のひらで踊らされてるみたいじゃない。ああそうだな。そう愚痴らない。でもキリト君を ALO に誘導して裏ではレインちゃんに、スメラギさんから得たセブンちゃんの情報を伝えて、結果うまく運んだのは事実だよね。いや待て、よくよく思い返せば俺はあくまで自分の意思で ALO に来たんだ。あいつの口車に乗ったわけじゃない。そんなにムキにならなくても分かってるって。本当かよ。あすまんみんな、俺行かなきゃいけないところがあるんだった。お何キリト君、どっか行っちゃうの？あ、なあ、お前の大事な人のところだよ。え？まあすぐに本人からちゃんと話があると思うから楽しみにしておけ、七色。何を言ってるの？わからないからちゃんと説明して。おかえりなさいませ。ご主人様、お一人ですか？はい、はい、一名様ご帰宅です。あのはい、この店で働いてるカラタチさんって子今いるかな？ご主人様、ここはそういったご指名などができるお店ではないのですか？あ、そう。それではこちらのお席へどうぞ。メニューは後ほどまたお伺いしますので。はい。レインはスバルと攻略後全くログインすることはなかった。何度かメッセージを送ってみたが返事も一向に返ってこなかった。この店辞めちゃったのかな。何ですかご主人様、その別れた女のことが忘れられないとでも言いたげな寂しげなお顔は。まさか来てくれるなんて思わなかったなキリト君。プリビエット。レイン、あ、じゃなかった、リアルではカラタチニジカさんだよな。ううん、このお店のメイドさんネームではレインの名で通っているのです。そうか、じゃあ引き続きレインと呼ばせてもらうよ。ご主人様の仰せのままに。レイン、もうALOには戻ってこないのか？うん、ちょっと厳しいかな。 SAO の一件でお母さんに散々迷惑かけたし、これ以上 ALO で遊ぶのはちょっとね。それに言ったでしょ、私妹の七色に会うために ALO にログインしたって。もう会えたし問題も解決したし、これ以上入る必要もないかなってさ。
レイン、お前が寂しそうに何か話している時は大体嘘をついてる時だ。え？本心を押し殺して話してる時、お前は大体そういう顔をするんだよ。そうかな。ひがみでセブンを見に行ったのだって全部嘘だったわけだろ。ラストダンジョン攻略中にも嘘をつくなんてどうかと思うぞ。いや、別に嘘じゃないって。最後にセブンに対してまくし立ててた内容、あれを聞けばお前がどれだけ妹を心配してたか誰だってわかるさ。つまるところ、お前はあの子を守るためにエール王にやってきた、そういうことだったんだろ。キリト君、お見通しすぎて怖いよ。妹がマスコミとか世間の話題の的になって、プライベートまで餌食にされていくのが我慢ならなかったんだよ。自分が生地同類の仕事をやってるから、この世界の酸いも甘いもよく理解してる。だから助けたかった。ひがみなんて本当は全然なかったんだろ。私そこまで仏じゃないよ。でもほら、やっぱり姉妹だからね。何かいろいろ祭り上げられてさ、巻き込まれてるあの子見てたらちょっと痛々しくなっちゃってね。どうにかしてあげられないかってそんなことを考えるようになって、でいろんな気持ちが混ざったまま気づいたら私 VR 世界にログインしてた。でシャムロックに入ろうとしたんだけど、嘘がバレて速攻で追い出されちゃって。菊岡さんとは入院してた時に面識があったから、家族のことを打ち明けて、せめて妹の情報が追えないかってダメ元で頼んでみたんだ。それで内々に教えてもらったってわけか。うん。でもほら、姉って言っても別に一緒に暮らしてたわけじゃないし、あんまり姉らしいこともしてないからね。見守れたらくらいのつもりだったんだけどね。レインはちゃんとお姉ちゃんだったと思うぞ。ありがとう。俺がセブンを止めようとした3つ目の理由も似たようなものだからな。え？ 3 つ目の理由何かあったの？単純な話だよ。セブンのゲームに対しての姿勢、いや言ってることが気に入らないだけだ。ん？どういうこと？セブンがエール王にログインしたのってクラウドブレインの研究のためって言ってただろ。どんな目的があってゲームをしようとは個人の自由なんだけどさ、純粋にエール王を楽しもうと思ってやってきた俺としては気に食わないんだよ。世界中のゲーマーを敵に回す行為だ。俺だったらどんな目的があったってゲームを楽しむことを忘れないのに。でもあいつの本心にはやっぱりあったんだ。子供らしくてゲームを遊びたくて、周囲に期待されて無理していた気持ちが、いろんな思いを混濁させながらも結局大人であることを優先してた。それが気に食わなかったんだ。セブンに対してじゃない、そういう状況に対して。キリト君熱いね。別にいいだろ。でもありがとう。あとな、さっきお前が言った言葉、これも嘘だって俺にはもう分かってるぞ。え？もうエール王にログインする理由はないって言っていたけど、あるだろ。え？ないよ。だって七色のことはもう一件落着したと思ってるし。違う。お前はあの世界が好きなんだろ。え？そもそも相当のオンラインゲーマーじゃないと SAO をやろうなんて考えないだろうし。
レインは生粋のゲーマーなんだよ。 VRMMO の世界を愛しているんだ。同じゲーマーの俺が言うんだから、それは間違いない。じゃなきゃ妹に自分の遊び場汚すなだなんて言わないだろ。キリト君、 SAO であんな目に遭っておきながら ALO に入れる覚悟のあるやつなんて大体そんな人種だよ。まあそうかもね。いや違うか。え、俺はそう、最初から君がそういうやつだと思ってた。え、あの時俺の索敵スキルをかいくぐったスキル、あのスキルのレアリティを調べてみたんだ。あれって相当レアな装備じゃないとつけられないものなんだよ。あんなスキルのついた装備をソロプレイヤーが早々にゲットをしてたのが、まさにやり込みゲーマーである証なんだよ。いやはや、キリト名探偵にはかないませんな。全くその通りだよ。でもね、やっぱり私は ALO にはもう戻らないよ。私やっぱりアイドルとして夢を追いたいの。成功したいの。七色には相当先を越されちゃったけど、歌ってコンサートをして、そして多くのファンに熱狂してもらいたい。それが私の一番の夢だから。これからはそのために自分の時間を精一杯使いたいんだ。だからね、キリト君がもしここに訪ねてきてくれたら、このお店も辞める。そうか。これから私は本当のアイドルを目指すよ。歌の勉強もたくさんするんだ。オーディションもたくさん受けてみる。まあ最初は失敗ばかりだろうけどね。分かった。寂しくなるけど、それがレインの夢ならこれ以上も言わない。それにね、今また ALO に戻っちゃうと、そこで簡単に出会える妹に真実を言っちゃいそうな気がして。言えばいいじゃないか。ダメ、やっぱり私言えない。ちゃんとあの子と対等になってから、お姉ちゃんだぞって威張って再会したい。この現実の世界でアメリカに行ってね。じゃあ俺からも条件を一つ、最後に一つだけ俺の頼みを聞いてくれないか。え、レインとセブン、君ら姉妹には今回相当恩を売ったつもりなんだ。一つくらいいいだろ。その私、これから一体どんな恥ずかしめを受けるのでしょうか。バカなこと言うなよ。もう一度 ALO に来てくれないかな。だから私は行けないって。都合のいいタイミングでいいからさ、草原で待ってるぜ。じゃあな。ちょっとキリト君、もう強引なんだから。待たせたな。レインとのデュエル、これが俺が一番やりたかったことさ。キリト君、これは俺の予想だけど、君は強い。それこそ友人将軍やスメラギ以上に。え、
そんなことないよ、キリト君。どうしてそう思うの？それはな、レイン、お前がそんな顔をするときはいつも嘘をついてるからだよ。SAO を一人で生き抜き、ALO でも一人で経験値を積み続けてきた。お前の実力の全てを俺はまだ全部見られていない。そんな気がずっとしていたんだ。キリト君の察しの良さにはもうかなわないな。その推理もズバリ。お前ってやつはさ。でもね、これ以上はもう私に隠し事は何もないよ。全部出し尽くしちゃったからね。そうか。いやいや、面白いね。君といると本当に面白いよ。 VR 世界が輝いて見えるよ。それは俺も同じだよ。じゃあいいか、お前の真の実力見せてもらうぞ。よし、来た。デュエル申請、全村決着モードだ。それでいいな？もちろん。じゃあ見せるよ、今まで私が隠してたスキル。エクスパタマーグルメキアーデク。なんだよこれ、ルール違反じゃないか。二刀流のキリト君には言われたくないな。自分の力は二刀流じゃない。私は例えるなら多刀流だよ。無数の剣を空間の狭間に隠し、私の意志で自由に召喚できるんだ。本来は釜の中。ここからが勝負だな。なあレイン、戦う前に条件って言ってたのを覚えてるか？え、俺はお前に勝てたらやってほしいことがあったんだ。それは言うまでもないんだけど。ちょっとキリト君、いきなりこんなところに呼び出してどういうつもり？あなた、レイン。レイン、君の決意はわかるけど、そんな寂しいことは言うなよ。もともと明かすつもりだっただろ。あれはもういいって言ったでしょ。今は言わないって。何？何のこと？これは君たちの問題だから、俺が介入するのは筋違いかもしれない。でもさ、俺やっぱり仲間や友達には幸せになってほしいんだ。もうキリト君はおせっかいだな。でも、わかったよ。それが条件だったんだもんね。ねえセブン、聞いてくれる？うん。突然こんなこと言っても信じてもらえないかもしれないけど、私とセブン、いえ七色は私の妹なの。いきなり何言い出すの？私は一人っ子だよ。ううん、違う。私たちは小さい頃一緒にロシアに住んでたんだけど、両親の離婚が原因で離れ離れになったの。七色にはお母さんがいない。そうでしょ？お父さんに引き取られた七色はアメリカへ、母親に引き取られた私は日本へ行った。プリビエーテ、ダスビダーニャ。この言葉、あなたの口癖でしょ？そうだけど、何の関係があるの？この挨拶はロシア語。
まだロシアにいた時に私が七色に教えたんだよ。七色はまだ小さかったから覚えてないと思うけど。覚えてる、覚えてるよ。私にその言葉を教えてくれたのはお姉ちゃんだ、お姉ちゃんだったんだ。それが誰だったのかはずっとわからなかったけど、今ようやく思い出せた。お姉ちゃん。うん、そうだよ、私がお姉ちゃんだよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん。よかった、やっと会えたね。私の名前はカラタチニジカ。七色、あなたの姉よ。あ、私は七色アルシャービン。お姉ちゃん、お姉ちゃん。七色、ごめんね、ずっと黙っていて。私バカだった。ふう、私こそごめんなさい。そっか、私を止めてくれたのはお姉ちゃんだったんだ。お姉ちゃん。よかったな、セブン、レイ。お姉ちゃんの胸の中、この前と同じ、すごく暖かい。このぬくもりは姉妹の心が通じ合ってるっていう証拠なのかもね。セブン、それが本当のクラウドブレインなのかもしれないぞ。うん、そうかもしれないね。ありがとう、キリト君。七色、アメリカに必ず会いに行くから。うん、待ってるね、お姉ちゃん。なあレイン、お前はこれから夢を追って生きていくんだろうけど、その気が向いたらまたエール王に顔を出せよ。たまにでいいからさ。いいのかな、こんな嘘だらけの私がキリト君たちの仲間でいても。当たり前だろ。うん、わかった、またログインするよ。もうそれは嘘じゃないよな。もちろん。そうか、じゃあ待ってるぞ、エギルの店で。お前がまた帰ってくるの。うん、ありがとう、本当にありがとう、キリト君。こうして二人の歌姫たちをめぐる俺たちの戦いは幕を下ろした。とはいえ、スバルト・アルブヘイムにはまだ遊べる要素は山のように存在していたので、いつものように俺たちは毎日エール王にログインしては、この光と闇の世界、スバルトエリアを満喫している。やはり難易度に問題があったようで、
たびたび運営側によるメンテナンスは行われているのだが、アルブヘイムオンラインにログインした頃、誰かがこう言っていた。 VRMMO の光と闇、それはこの北欧神話を舞台としたこのエリアをまさに表現した言葉だった。スバルト・アールブヘイム、光と闇のフィールド。 SAO とは比べ物にならないほど純粋にゲームを楽しめた世界。そして光と闇を体現したかのような虹色の姉妹との出会い、人々の注目のすべてを一身に受けた妹と、影からそれを見守る姉。でも二人の心根は真逆のように思えた。確かに SAO の苦しみや悲しみは俺の人生に大きな転機をもたらした。でもそれと同時に ALO のスバルトでの出会いや戦いもまた俺の人生にとってかけがえのないものとなるだろう。千の剣を持った姉は光を目指して去ってしまったけれど、俺はまた彼女とここで会えると信じている。その隣には闇に落ちかけた小さな、それでいて屈託なく笑うよく似た妹がきっと踊るように飛んでいるに違いない。そして二人の光と闇の歌を俺たちにまた聞かせてくれるに違いない。俺はそう思っている。ソードアートオンライン、ロストソング。さて、グランドクエストは終わったけど、まだ探索できる場所やサブクエストが残ってる。みんな、これからもよろしく頼むな。